準々決勝、コンスタンティン・コバレンコ VS 上田美希夫。これからの極真を背負っていく若き選手2人が舞台に上がります。まずはコバレンコ、そして日本のエース上田美希夫。正面にレッドオス、お互いにレッドオス、玉手始め。準々決勝です。太鼓が打ち鳴らされました。ここまでは危なげなく勝ってきている上田美希夫ですが、ただ相対するのはここまで3度の足掛け下段突き、技あり合わせ一本というこのコンスタンティン・コバレンコです。左の膝、左の前蹴り。さあ木山さん、はい、共にその改定ルールを熟知した2人の対決。そうですね、はい、あのコバレンコ選手ね、もう先ほどから言うように、足掛けの技が非常に長けてるんですが、その足掛けが来た、はい、上田選手もあの、この足掛けに対しては、はい、粘りの腰が強いので、簡単にあの決まるとは思いません。ただまあ一瞬ね、やっぱ油断はなりませんから気をつけてはいけないといけないですね、はい、これに対して今ね、あのポツポツとあの上田選手いろんな今技を仕掛けていってるんで、あのこの仕掛けた技の中から上段の蹴り、膝蹴り、いろんなものをあの繰り出してくると思うんですよ。あーちょっと顔面が上がりましたね。あ、今コバレンコの左の拳が上田の顔面を少し捉えたか。互いにその改定ルールに向けて己の組み手を変化させてきた2人です。よし、あーと前、前蹴り、コバレンコがバランスを崩しました。上田が押していく、上田が押していく、いいですね。5回戦もこの蹴りから流れを作りましたよね、はい、そうですね、いいです、いいです、はい、いいですね。さあ新世代のロシア、足掛けの名手このコバレンコに対して押し込んでいく、押し込んでいく。ウェイトトレーニングで体重は102キロに増量しました上田美希夫。大切なのは外国人相手に効かせること。スタミナや技術ももちろん大切だが、効かせることをないがしろにしてはいけない、そのように話をします。構え腰がよく座ってるんで、コバレンコ選手もこの、 あの上田選手の足掛けの技決まらないだろうなという印象を与えるということですね。そうですね、精神的な、ね、あの戦いも あ, のあると思います。コバレンコのその最大の武器を封じているわけですね。そうですね、あの低い腰です。さあそうなると上田がずっと磨き続けてきているこの接近戦での突き、あるいは下段、そして上田が元来一番得意としている上段への膝が出てくるかどうか。今の足掛けも、ね、封じました、はい、コバレンコの足掛けを封じます。なおさらあのコバレンコの足掛けを しづらくなっていますよ。新世代のロシアファイター、このコバレンコの足掛けを封じて残り30秒、膝だ膝だ、左の上段、上田本来のこの左の上段技あり。これが上田美希夫の本来のこの姿、上段への攻撃。あ、しかしここで足掛け狙ってきます。さらには胴回し回転蹴り、コバレンコ一発逆転も狙ってくる。さあ上田美希夫しのげるかどうか。ここで太鼓の音が鳴りました。上田美希夫技ありを奪いました。安定取ります。難敵新世代のファイターコバレンコを沈めて、上田美希夫順当に次の舞台へと駒を進めています。